7番小泉一馬議員。7番小泉一馬です。承認第6号専決処分の報告承認を求めることについて、平成28年度長野市国民健康保険特別会計補正予算について質疑させていただきます。本件は平成30年度の国民健康保険制度改正に伴い、長野県等に必要な情報を報告するため、既存のコンピューターシステムの改修に所要の経費を計上するものであると聞いております。専決処分の日は本年7月27日、事業委託契約は7月29日にすでに締結済みで、契約額は496万8千円、一社随意契約で契約相手方の富士通株式会社は、契約直後の8月1日、長野市は指名停止処分としております。以上の事実関係についてまず確認させていただきたい。これを質疑の一つ目とさせていただきます。さて、富士通は東京電力発注のシステム納入をめぐる談合の疑いで、すでに昨年5月、公正取引委員会の立ち入り検査を受けております。今年5月には、独占禁止法違反の疑いで、公正取引委員会が課徴金納付命令を出す方針を固めたことが報道され、7月12日には、実際に課徴金2億8510万円が課されました。この措置を受け、本年7月29日、つまり契約の日までの間に、中核市の半数にあたる24市が指名停止等の処分により、富士通との契約行為を一定期間停止しております。ちなみに長野県は7月26日、松本市も7月27日に指名停止としています。再度申し上げますが、長野市は8月1日です。これらの基準に照らせば、長野市の契約行為は適切さを欠くと、他市では判断されることになってしまいます。2つ目の質疑として、談合により公取から処分された企業と随意契約を締結した理由を示していただきたい。公正取引委員会が7月12日、課徴金納付命令等の処分を実施したことから、長野市も8月1日に指名停止としておりますが、しかしもっと早く処分を課している中核市等が多くあることは、今述べたとおりであります。また、公正取引委員会と同じ7月12日付で、またはその翌13日付で処分した中核市も合わせて5市あります。こういった機敏な処分を行った中核市は、日々、公正取引委員会のホームページをチェックするなどのルーティンを設定しているとのことです。4つ目の質疑として、もっと早く富士通に対し、指名停止措置を取れなかったのか、なぜ県の都である長野市が、松本市にまで遅れを取らねばならないのか、お尋ねしたいと思います。談合という社会的な不正義を成した企業との随意契約ではなく、市内を含めた健全な業種との間で、競争性が担保された契約に向けた準備をすることは、当然の努力と思いますが、それはどの程度やっていただいてあったのか。事件は昨年5月に報道され、今年5月にも公正取引委員会が処分を課す方向性が明らかになっていたところです。その時間を利用し、富士通以外との契約についての実現性検討をどの程度行われたのか、これを質疑の3つ目とさせていただきます。さて最後ですが、実はこの専決処分に係る契約は、例外的なものではない。というのは、公正取引委員会の処分以降、長野市と富士通との契約はこれを含めて全部で7本、すべて随意契約です。契約総額は1億1508万3720円。公取処分の7月12日から長野市指名停止8月1日までの19日間に、これだけの契約が集中しています。公正取引委員会の処分の7月12日、またその翌日の13日に締結された3本は除外して計算するとしても、7月20日以降、3439万6920円の契約が締結されている。これらの契約について、事実関係の確認を求めた上で、このような背景のもと、専決処分により締結された本契約は、市民への説明責任をどのように果たすものであるのか、これを5つ目の質疑とし、専決処分なされた市長にお答えいただきたく存じます。以上です。お答えいたします。
1つ目の専決処分の契約状況につきましては、議員のお話のとおりであります。2つ目の随意契約をした理由につきましては、国民健康保険業務は、基幹系システム、ミックジェット国民健康保険システムを利用しております。このシステムの開発事業者は富士通であり、富士通以外の事業者ではシステム改修ができないからであります。3つ目の富士通以外との契約につきましては、開発事業者である富士通以外の事業者では対応できないと判断したものであります。4つ目の質疑でございますが、質問停止を行う場合には、公正取引委員会の命令を受けるなどの不正行為を確認した直近の審査委員会で審査を行い、市長決裁後に直ちに指名停止をしております。今回の場合は、7月12日に事実を確認し、各地し、直近で開催されるが決定していた7月28日の審査会で審査し、終了後、起案、8月1日に決裁し、直ちに指名停止としたものであります。5つ目でございますが、本件につきましては、地方自治法第179条の規定に基づき、適切に行っており、本9月議会において報告、承認を求めておりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。以上でございます。再質疑させていただきます。今の説明ですが、システムを開発したのが富士通だから、富士通以外に回収はできない、そのような説明であったかと思われます。しかし、富士通はシステムを開発した、その原契約の当事者ですよね、そしてその契約には通常、この契約に定めのない事案については、交付協議の上、定めるものとするといった、そういったような条項が必ず入っています。富士通の他の企業に委託する方向で、システムのブラックボックスを解除するといった協議をなすような検討がなされたのか、また実施したのか、繰り返しますが、富士通は談合した企業であります。それとの契約を回避するのが長野市の義務であるのは当然でございます。仮に富士通以外の企業に発注するとすれば、時間もコストも余計にかかり、また一からシステムを組み直す、そういった事態も想定されるところですが、その責任は長野市ではなく、談合の結果、公正取引委員会から独占禁止法により処分された富士通が負うべき責任であります。であれば、富士通以外と契約を行い、その結果の不利益については、その損害について富士通に賠償を求める、こういったことも考えられるのではないでしょうか。こういった法的な検討、法務面の検討はしっかりしたのか、お尋ねいたします。はい、回収の手をつけるミックジェットは、富士通が投資をして開発したシステムでありまして、他の会社に、その詐欺をさせるという場合に、今おっしゃられたようにブラックボックスに至るまで、開示する必要が出てくるわけですけれども、開発した事業者が他の会社に対してシステムの内容を開示することはないという、通説として理解しております。従いまして、今回、それを開示してまで、他の業者にやらせますかというような協議はいたしておりません。なおかつ講談でおっしゃられた、それについての損害賠償云々ということについても、検討あるいは協議はしてございません。以上です。以上で小泉一馬議員の質疑を終わります。
これをもちまして質疑を終結いたします。布目議員、暫時休憩を求めます。お分かりいたします。ただいま布目議員から動議が提出されました。動議は3名以上の賛成者が必要でありますので、賛成者は挙手を願います。はい、所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。じゃあ暫時休憩といたします。